6月18日のロッキーズとの試合で、ドジャースは95の印象的な勝利を収めました。この試合で、大谷翔平は、怪我で欠場した、ムーキー・ベッツに代わって、1番打者として指名打者、DH として出場し、見事なプレーを見せました。大谷は5打数3安打、1打点、2得点、1死球、1盗塁と素晴らしい活躍を見せました。ベッツが、左手の怪我で欠場しているため、デイブ・ロバース監督は、大谷を1番打者に起用することを決めました。 大谷はこの役割を見事に果たし、ロバーツ監督から多くの賞賛を受けました。ロバーツ監督は、大谷は一番打者としての役割を見事に果たしたと評価しました。この変更により、大谷は引き続き高いパフォーマンスを維持し、チームに重要な貢献をしています。大谷に加えて、ベッツの代わりにショートを守った、ミゲル・ロハスも素晴らしい試合をしました。ロハスは5打数3安打、1打点を記録しました。特に注目すべきは、ロハスが安打を放つと、 今シーズンの20試合全てでドジャースが勝利していることです。ロハスはムーキーが戻ってくるまで私たちはお互いをカバーしながら全力でプレーしなければならないと語りました。他のチームではロハスはレギュラー選手となる可能性があります。ベッツに比べると打撃の技術は劣るかもしれませんがそれでも打率0.250以上を達成できるし守備の安定性も高くチームにとって非常に役立つでしょう。彼をベンチに座らせるのは本当に無駄です。 この状況は望ましくないかもしれませんが、彼はこれから先発メンバーとして使用されるでしょう。従って、彼のショートの守備力に期待しましょう。実際、ロハスはショートのポジションに最も適しています。レッツは強力な腕力を活かして、外野のポジションでより輝くでしょう。また、守備の負担を減らすことで、彼の価値も向上します。一番打者としては、大谷が最適な選択です。 彼のチャンスを作り出す能力は、アンダ数、支給数、投塁数など、すべてにおいて優れています。大谷の得点数も、RBI 数を大きく上回っており、これが明らかな事実を示しています。さらに、ベッツが大谷の前に立つと、大谷がベッツを追い越すケースが多すぎます。ロハスがアンダを打ち、ドジャースが連勝20試合を達成したことは、本当に印象的な記録です。彼がもっと早くから試合に出られなかったのは、なぜだろうと疑問に思います。 パフォーマンスの良くないラックスを使う代わりに、ロハスをショート、ベッツをセカンドに置くべきだったと思います。さらに、ロハスはショートの守備技術に優れ、ベッツにそのポジションの守り方を教えるほどです。これにより、ベッツが多くのエラーをしている中でも、ドジャースの守備が安定しました。野球では、センター、ショート、キャッチャーなどの中央ポジションの守備が非常に重要と言われています。 最近、ロハスは打撃技術が向上し、誰でも待てば輝く時が来ると気づかせてくれました。エルナンデスとヘイワードも時々良い打撃を見せています。しかし、ラックスはどれだけ待っても改善できないように感じます。彼の目はいつも眠そうで、決意が欠けています。さらに、ラックスにはパワーが不足しており、ボールが遠くに飛びません。彼は2ストライクを取られても動かず、三振してしまいます。 これまでのところ、ラックスは公式戦のメンバーで唯一何も成果を見せていません。早急に変わらなければ、彼は攻撃陣全体の妨げとなるでしょう。ドジャースが、ラックスのような内部の才能を育てたいという気持ちは理解できますが、ベッツをセカンドに戻し、ロハスをショートに使うか、トレードを通じて有望なショートを探す方が、はるかに良い選択です。ロハスは守備の達人であり、ベッツに多くのことを教えてきました。彼は安定した打撃能力を持っています。 したがって、ロハスを先発メンバーに使わないのは本当に無駄です。ロハスはショートで、ベッツはセカンドでプレーするべきです。ロハスの存在はチームの運営にとって潤滑油のようなものです。今シーズン、ロハスはベッツが高校時代以来初めてショートのポジションに挑戦するのをサポートする重要な役割を果たしました。ロハスは練習でベッツに多くの時間を割き、ベッツが迅速に適用できるように細かい動作まで指導しました。 ロハスはフィールド上でのサポートにとどまらず、新しいチームメイトがチームの環境に馴染むのを助ける行動もとっています。シーズン前のトレーニング期間中、彼は大谷と山本に手紙を添えてワインをプレゼントしました。異なる国や文化から来ることがどれほど大変か知っています。重要なのは彼らが快適に感じ、チームメイトと打ち解けることです。これがパフォーマンスの向上につながりますと、ロハスは語りました。 ラテン系の人々は、親しみやすく、フレンドリーなイメージで知られています。大谷とフィールドで話すことが多いのは、ラテン系の選手たちです。彼らは自然に、へがたりなく話しかけます。ロハスも、そんなタイプの人です。ロハスがヒットを打つたびに、ドジャースは勝利しています。偶然かもしれませんが、データを興味深い数字に変えて、ファンを喜ばせる方法は、学ぶ価値があります。彼は、もっと多くの先発出場の機会を得るでしょうし、 30から40勝を目指して頑張ってほしいと思います。ロハスは、硬派な見た目ですが、愛嬌のある一面もあります。大谷と両好で楽しい関係を維持できれば、素晴らしいことです。テオスカー・ヘルナンデスもよくからかい、チームに楽しい雰囲気を作り出しています。今シーズン、ロハスは、大谷を騙すジョークで有名です。 ある試合で大谷が打席に立とうとした時、ロハスはヘルメットとバットを持って、俺が代打だと言って、大谷を驚かせました。大谷は驚いて一瞬固まりましたが、その後、チームメイトの冗談だと気づきました。ロハスは負けている状況でも、昌平にはベンチでリラックスしていてほしい。快適な環境を作ることで、チームの士気が上がると説明しました。ロハスが常にチームのことを考え、楽しい瞬間を作り出すことで、チームの士気が高まり、連勝につながっています。 ベッツの不在を補うために、ロハスは全力を尽くしています。ロハスは多彩な選手で、フィールド上の様々なポジションでプレーできます。ロッキーズ戦では、ベッツに代わって、ショートのポジションを務めました。ロハスの柔軟性のおかげで、ドジャースの布陣が、より柔軟で効果的になりました。彼は、守備の任務を果たすだけでなく、攻撃でも優れたパフォーマンスを見せました。ロハスは、安定した打撃と優れた技術を見せました。 2回目の打席では、時速107.3マイル、約172.7キロの打球を全に打ち、得点を記録し、チームメイトを進塁させました。この正確で強力な打撃は、彼の打撃能力が力だけでなく、バッドコントロールの技術にも依存していることを証明しました。3回目の打席では、宇宙間に二塁打を放ち、状況を読む能力を示しました。この二塁打の技術は、彼が二塁に進むだけでなく、チームに得点のチャンスを作り出しました。 この状況でのロハスの決断力と敏床性は彼の高い戦術能力を示しました。4回目の打席では左翼戦への二塁打で再び得点を記録しました。この打撃は正確さと力を要求されますが彼は完璧にそれを実行しました。この得点はチームの得点を上げるだけでなくチームメイトに大きな興奮と動機を与えました。ロハスの存在は守備の安定をもたらすだけでなく重要な攻撃の矢としても機能します。 彼の安定した打撃と懸命な戦術は、ドジャースが試合を通じて、安定と効率を維持するのに役立ちました。大谷も3安打を記録し、成功したパフォーマンスを見せました。最初の打席では、大谷はゴロでアウトになりました。しかし、2回目の打席で、大谷は時速107.3マイル、約172.7キロのシングルヒットを打ち、チームに得点をもたらしました。 続いて4回目の打席では、大谷は宇宙間に二塁打を放ち、さらに得点を記録しました。6回目の打席では左翼戦への二塁打で再び得点を記録しました。5回目の打席ではフォアボールを選び、シーズン16回目の盗塁を成功させ、MLB 通算102回目の盗塁を達成し、松井和夫の記録に並びました。この勝利は大谷やロハスのような優れた個人の功績だけでなく、ドジャースの強いチームスピリットも示しています。 チームは、ベッツなどの主力選手の不在による困難を、一緒に乗り越えました。チーム全体の団結と決意が、ドジャースが好成績を維持し、地区主位の座を守る助けとなっています。大谷の現在のパフォーマンスと、ロハスのような選手の貢献により、ドジャースは明るい未来を迎えています。ロバーツ監督の戦術の柔軟性も、チームが安定し、最高レベルで、競争力を維持する重要な要素です。 主力選手が負傷する中で、大谷やロハスのような質の高い代替選手を持つことは、非常に重要です。これは、チームが困難な時期を乗り越えるだけでなく、次の勝利への弾みをつけることにもなります。ロッキーズとの試合は、大谷翔平と、ミゲル・ロハスの優れたパフォーマンスによって、ドジャースにとって忘れられない思い出となりました。戦術の柔軟性と強いチームスピリットが、ドジャースが困難を乗り越え、説得力のある勝利を収めるのに役立ちました。 ファンのサポートとチーム全体の決意により、ドジャースは今シーズンも引き続き輝きを放ち、大きな成功を収めることでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。